皆さんこんにちは、いちきです。今日はですね、見てくださいこれ、じゃん、すごいでしょ。この間の海釣りのロケでタイがね、結構いっぱい釣れたんですよ。でそれをもらって帰ってきたので、今日はそれをちょっと料理しようかなと思います。ただ私魚さばけないんですよ。でこれ確かそのままなんですよね、釣れて。で血、内臓とかなんか血出したりとかもしてない状態で、どうしようかなと思って。魚さばけないし、魚さばく用の包丁とかも持ってないんですよね。なのでまあちょっとその辺はね、ちょっとここ違うよみたいななると思うんですけど、そこは温かく見ていただければ嬉しいです。なので今日はちょっとカンニングしながら、こうやってねカンニングしながらやっていきますので、よろしくお願いします。残ったロコは包丁で丁寧に切る。待って、早い。おう、できた。おう、できた。できた。イエーイ。じゃん。ちょっとこぼれ崩れてたけど。できんじゃん。丸焼きにするか。塩攻め。あとは待ちます。もう疲れちゃった。醤油とだしを入
れたので焼いた鯛の切り身を入れていくよ。うん、うまっ。醤油はこちらですね、ふんどう鯛うま口醤油。これは熊本の醤油です。これね、めちゃくちゃ美味しいんですよ。なんか関東の醤油ってちょっとしょっぱいじゃないですか。これ甘いんですよ。九州の醤油は甘い。でもこれでね、煮付けとかしたりお刺身食べたりするのもめちゃくちゃ美味しいです。美味しそう、美味しそう。ほら、いい感じくない？どうよ。豆腐は木綿派です。木綿が好き。絹もいいけどね。硬い方がいいよね、食べやすい。どう見ても一人分じゃないこれ。食べ終わるのに3日ぐらいかかるぞ。という取ります。いいね、こっちは出来上がって。そして先ほど鯛めしがプープー。うーわ、めっちゃ美味しそう。美味しそう。できました。鯛づくし。尻尾切れちゃった。鯛づくしです。意外と焼けてんじゃない？意外と美味しそうじゃないこれ。鯛飯、煮付け、味噌汁、丸焼き。いやー、いただきまーす。うん、うまっ。普通にうまい。煮付けうまいぞ。味しない。うん、もうちょっと醤油入れてよかったのかな。あ、いただきます。あとは普通に食べる。